どうも、奈良県総監の島崎優斗です。さあ、本日はタンバリンについてお話ししたいと思います。先日 X の方にタンバリンについてるあの丸い穴に親指入れるなよと。で、下手したら骨折するぞみたいなことをポストしたんですね。そしたら、思いのほか反響がありまして、ちょっとだけバズりました。で、どんなご意見あったかというと、まず大多数を占めるのが知らなかったと。あそこに指入れてたわっていう方がほとんど。そして、あとはね、なんか先生から指入れろって習ったんだけど、マジでっていうご意見と、あと、ごく稀にあるのが、本当にあんなんで指痛めんの嘘じゃないの？あれで骨折する人なんかいるの？っていう、こういったご意見ですね。で、これについては、まあやっぱりタンバリンってその幼稚園、保育園、それから小学校とかでみんな触れる楽器ですし、まあそれについてね、ほとんどの方が知らないっていうのが、まあ僕としてはやっぱ驚きだったんですけど、まあやっぱ打楽器奏者とかね、中学校で吹奏楽部やってましたとか人だったら、なんかそれはそこに指入れるわけねえわって思うんですが、これは大多数の人に知っていただいた方がいいなということで、改めてね、興味ある方もいらっしゃると思うので、詳しく解説してみたいと思います。で、今日のですね、このタンバリンの解説、主に3つです。まず、本当に指痛めるの？骨折した人なんているの？って話。2つ目、タンバリンの穴ってどういう活用法をするの？ってこと、なんで穴開いてるの？についてですね。3番目、タンバリン、タンブリン、どっち？っていう話です。はい。この3つを軸に今日お話しさせていただきますので、これを聞いて皆さんもタンバリンマスターになっていただければと。思います。それではやっていきましょう。まず一つ目、あの穴でそもそも本当に怪我なんかするんですかについて、解説したいと思います。まずですね、親指にタンバリン、親指をタンバリンのあの穴に入れてみてください。ね、近くにタンバリンないよっていう人は、ちょっとしたら楽器屋さんとか行って、触ってみるとかね、楽器屋さん、教育用タンバリンとか売ってるところも結構あるので、ちょっと触ってみてくださいよ。ね、楽器屋さんにちょっとすいませんっつって。で、穴入れてみてください。で、ここにタンバリンね、ブラーってぶら下がってる状態で、ちょっとこう、ウィーン、ウィーン、ウィーンってこうタンバリン揺らしてみてください。結構負荷かかりますよ。大人でも。これね、普通にだからこれ握ってこうやって持ってるからあんま気づかないっていう人も多いんですけど、これもしなんかのね、不慮の事故で、例えば隣の人がさ、ちょっとふざけてパンパンパンってやったとか、あとなんか指入れてるの気づかずに誰かがひょいってちょっと貸してってパンってやったりとかしたら、ガチで折れる可能性あります。そのぐらい、この穴にね、プランプランプランってやったら、ここにね、穴のこう端が当たってこうグギグギってなる感覚あると思います。で、これで骨折した人本当にいるのかについては、ちょっとこれはね、噂の息を出ないので、絶対にこれで骨折した人がいるとは言えないんですけど、おそらくね、子供だったら骨折するレベルの負荷がかかってます。まあ子供の骨って柔らかいしね、まあそもそも骨細くて柔らかいので折れやすいので、まあおそらく折れた人がいるだろうって、もうこれ推測なんですけど、その推測が一つと、それから、教育用タンバリンには必ず説明書がついていて、その説明書に必ずこの穴に指は入れないでください。下手したら骨折しますよ。まあ、下手したらとかいう言い方じゃないけど、骨折の可能性もあるので、ご注意くださいみたいなことは絶対に書いてあります。で、絶対に書いてあるってことはどういうことかっていうと、おそらくこれまでにそういったまあクレームっていうんですかね、まあ、苦情が来たことがあるんだと思います。そういう事故が実際にあったから必ずそういった記載されてるんじゃないかなと思いますので、まあおそらく骨折した人はね、いるんでしょうし、まあ指痛めたって人も、ツイッター、X か、X にもね、何かいらっしゃったので、実際に痛めたっていう方、いますので、本当にですね、ご注意ください。で、なんで僕が今回このね、ツイッターで X にポストしたり、今回 YouTube 出すかっていうと、やっぱりその、先生方がね、それを知らずに子供たちに教えちゃってるっていうのが、まあやっぱり良くないというか、先生もね、忙しいのしょうがないんですけど、それはなんか止めたいなと。その負の連鎖はやっぱ止めた方がいいじゃないですか。で、せっかく今回 X の方でね、リツイート結構たくさんしていただいたので、まあこれを機にそのタンバリンについてのね、正しい知識ちょっとでも広まったらいいなと思いまして、ぜひですね、この指に入れないということを覚えておいてください。そして、実際タンバリン近くにある人は、この指に入れてみて、プランプランしてみてください。絶対、これ骨折するかもって思う負荷かかっているというお話が一つ目でした。はい。そして二つ目がですね、タンバリンの穴の活用法。じゃあ、親指入れないやったら、なんでここに入れるのと。あ、入れるのよ。ここになんで穴があるのって話なんですけど、これまでの X で書いた通り、基本的にはタンバリンをスタンドに吊るすというか、スタンドに固定するための穴です。普通には、
そのタンバリン専門のスタンドみたいな、ポンって乗せるだけのようなやつとかもあるんですけど、まあ普通の人は持ってないじゃないですか。で、割と、いろんな人が手に入りやすいドラムセットとかについてるようなシンバルスタンドですね。あれシンバル外して、その、持ち手じゃなくて、こうね、突起出てるところをちょっと横向きにして、この一番上の刺す部分に、あの穴を入れて、で、最後ネジでギュッギュッギュッって止めると、もう、スタンドからね、タンバリンがこう横にこうやってついてて、このついてたタンバリンをちょん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 だけでサン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 ってなるようにできるんですよ。で、こうするための穴です。指を入れるためでは絶対にありません。ので、基本的に普通にタンバリン使ってる方は穴が使わないと思ってください。で、逆にですね、教育用タンバリンでそういったことを考慮して、穴がついてないタンバリンというのも各メーカーから販売されております。まあ、ですので、穴っていうのは、スタンドにつけるための穴なんだよっていうこと。で、じゃあどんな時にそのスタンドにつけて使うのかっていうと、まあ、例えばですけど、打楽器奏者がこう演奏会でこう打楽器のソロみたいなの時にこういろんな楽器叩くじゃないですか。いろんな楽器叩いて、ちょっとタンバリンの音も欲しいって時に、ドゥルル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 ルマルチっていろんな、ね、打楽器を置いてで、タンバリンもついでに叩くよっていうセットに使われたりします、まあ、ミュージカルとかあとはドラムセットにねつけるっていう方もいらっしゃいますし、まあ、そんな感じで、まあ、たくさんの太鼓とかたくさんの打楽器を使うっていう時に使います。で、あとは例えばなんですけど、片手が不自由な方とかね、でもこうやって固定しとけばこうやって叩けるじゃないですか。ね、そういうふうに体の不自由な方とかでもできるっていうメリットもありますので、まあ、意外とですね、タンバリンの穴、皆さんが知らないところで結構いっぱい使われてると。まあ、だから、一応ついてるっていう、ね、普通のタンバリンにもついてる。プロ用じゃなくても、穴を使う人がいるので、つけてるっていうのが、まあ、おそらく正しいんだろうなと思います。ということで、穴意外と使われてるんですよについてでした。はい、そして三つ目、最後に、タンバリンとタンブリン、どっちなのっていうご意見もありまして、あ、これ面白いなと思いましたので、こちらも最後に解説させていただきます。まず、タンバリン、タンブリン。皆さんどちらの方が馴染み深いですか？ちなみに僕はタンバリンです。ちっちゃい頃からタンバリンで育ちまして、ただですね、いろんなネットのご意見、見てみると、小学校とか、学校の教科書でタンブリンって書いてあったとか、あとどっかのなんか新聞だったり、なんかの本にタンブリンって書いてあった。いやいや、でもタンバリンの方がよく見かけるよね、みたいな。そんな話もね、いっぱいありまして、これですね、正解はありません。どちらも使われております。まあというのも、まあタンバリン、タンブリン、これ結局カタカナ英語なので、英語で言うタンブレインっていう、このブっていう、この発音ね、僕めちゃくちゃちなみに英語すごい得意ってわけじゃないので、まあなんとなくこんな発音なんだと思ってください。で、この英語の発音がバなのかブなのかどっちかなっていうのが、実際にこうイギリス人とかアメリカ人の英語を聞いても、おそらく我々どっちかなっていう感じだと、思いますし、あるいはそのアメリカのね、地方の訛とか、イギリスとか、地方の訛とか、でも若干変わってくる発音だと思います。で、それを無理やりカタカナに直すと、まあ、バカ、部下で分かれるってことなんですけど、基本的にですね、学校の教科書では、タン、ブリンが使われてます。部なんですよ。これ意外ですよね。ただこれも時期によって、もともとタン、ブリンが使われてたのが、一時期タンバリンになったことがあるらしいです。で、それがまたタンブリンに今戻ってるらしいんですよね。僕も全部の教科書見たわけじゃないんですけど、教科書ではタンブリンの方がはるかに多く使われてるらしくて、まあなので小学校の時にこうテストで、タンブリンって書かないと正解ってもらえなかったみたいなね、方もいるんじゃないでしょうか。ということで、基本的に口語とか、なんかいろんな文章で見かけるのはタンバリンが多いんですけど、ただ教科書ではタンブリンが使われてるってことで、まあどっちもね、正解です。どっちが間違いってことはないので、タンバリンでもタンブリンでもどちらも同じ楽器のことを指します。ちなみにタンボリンになると別の楽器なのでご注意ください。
はい。というわけで本日はタンバリンのね、豆知識についてというのかな。はい。X で話題になりました。タンバリンの穴に指入れちゃいけない問題について、ちょっと派生して、いろいろなタンバリンの知識を解説させていただきました。大学記念作家の島崎優斗でした。ここまでご視聴いただきまして、ご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。撮り直さない。